はい、皆さんこんばんは、ねえまんです。これちょっと続いてやっていきましょう。他にいないっしょ。この街を楽しむにはまだ時間が早いんだろう。人通りがないわけではないが、暇そうに立ち尽くしているのは俺くらいだ。何してるの？さっきからずっとぼーっとしてたよね。待ち合わせ？それとも嫌なことでもあった？どちらかといえば嫌なことだな。だよねだよね、そうだと思った。だったらお兄さん、気分転換しない？水色混ざってんのか、影かと思ってた。嫌なことは忘れるのが一番。なるほど、すべて理解した。さてはこれ、平成の世に聞こえた映画商法んというやつだな。ここでうなずいたらどこかのギャラリーに案内されて。この中で好きな絵はありますか？絵画か。その絵を選ぶなんて素晴らしい目を持っていますね。素人さんは選ばないんですよ。芸術に富んだ人が好む絵なんです。部屋に絵が飾ってあると心が豊かになると思いませんか？絵画が刺激されるっていうか、嫌なことがあってもすぐに忘れちゃいますよ。そして絵を買うまで返してもらえないという。どうしよう、好奇心が刺激される。本当に噂通りの営業なのか、本当に断りきれないものなのか。気持ちを切り替えるのって重要なことだよ。一理あるかもしれないな。ああ、言ってしまった。一歩踏み出してしまった。でしょでしょ。なのでこういう気分転換はいかがでしょうか。これは、少女はポケットから何かを取り出した。どうやら絵画商法ではないらしい。キューブメモリ、何それ。メモリグラフトで使用する経験や技術、その保存のために用いられる記憶媒体。イブキでも製造販売を行われている。記憶の膨大なデータを保存する BMI メモリーだ。いや、悪い、勘違いしてた。こういうのだとは思っていなかったんだ。もしかしてお兄さん、ビビっちゃった？少女は挑発的な意味を浮かべてみせた。なんてね、心配しなくても平気だよ。うちのは安全安心なやつだから。その笑みはすぐに人懐っこい笑顔に変わる。ちょっとした冗談だったのだろう。もっとえぐいやつの押し売りだと思ったでしょう。彼女の言うえぐいやつとは犯罪に関わる記憶のことだろう。デマリグラフトで移植する記憶は大きく分けて2種類存在する。一つは企業が販売している記憶、プロの料理人による記憶やファッションコーディネーターの記憶など。専門的なものはあるが、多くは日常生活の中で汎用性のあるもの。こちらは当然コンプライアンスが守られている。問題なのは個人間でやり取りされる記憶だ。中には一線越えて犯罪行為を行う記憶もあると聞く。暴力行為や窃盗行為、ドラッグの使用など。一般に流通したりはしないが、探せば素人でも見つけられるものらしい。社会問題としてニュースで取り上げられることも少なくない。そういうのはもっと遅い時間とか人気の少ない場所とか、あっちの人たちとか。キラリと少女は背後に背を送る。
なるほど、周囲と比べてもなんというかやんちゃな雰囲気の2人だ。ちなみに君はどういうものを取り扱ってるんだ？音ゲーフルコンボとか FPS でチャンピオンとか。いや、自分でやんないと達成感なくね。実際に体を動かす系だと剣道で1本取ったり野球でホームランを打ったり。自分で頑張んないと意味なくない？それはそれですごい地味だな。ストレートに言うな、このお兄さん。建前って知ってる？もちろん。ピアノの音がうるさいと思ったらピアノお上手ですねとか、田舎者だと思ったら遠くからご苦労様ですとか、話が長いうるさいと思ったらお茶でも飲みますかとか。それただの嫌味というか、なんで京都風味？いや、地味なのは事実なんだけど、仕方ないじゃん。うちの友達とかクラスメイトの記憶なんだから。あ、ホラー系なら心霊スポットに行ってみたとか、事故物件に住んでみたとかもあるよ。なんというか役に立たなさそうだか、売れるのか。はいはい、出た出た。お父さんがよく言う小言第1位、役に立つのか。それ、そもそもそのランキングが役に立たなさそうなんだ。役に立つ立たないだけじゃなく、面白いか面白くないかだよ。そういう認識なのか。そりゃ役に立つメモリーも重要だよ。でもそれだけじゃもったいない。せっかく自分ではできない経験を気軽に体験できるのに。記憶の移植といっても何もかも完璧に習得できるわけじゃない。簡単な知識程度並べてだが、技術となると個々人の資質も重要だ。運動などはその資質が顕著だ。いくらプロスポーツ選手の記憶を移植しても体が機械は再現できるものではない。うまくいけばコツをつかめる、その程度だろう。だから役に立たないと思ったが、この価値観は古いらしい。BMI に慣れ親しんだ若者、映画やゲームのように娯楽として受け入れているのだろう。あとはちょっとした日常の記憶とか。日常、友達と集まってワイワイゲームしてるとか、お風呂上がりにドライヤーを使ってるとか。それは過激な映像なのか。いや、全く何もエロくない普通の平穏な日常。でもメモリグラフトなら匂いなんかも伝わってくるからね。まるで目の前にいるみたいに感じられるのがいいらしいよ。なるほど。この視点はこの子ですって写真付きだとさらに売れる。なるほど。やはりセンシティブな記憶なのでは。あとイケメンとか可愛い子が食事してるの見てる記憶とか。自分が食べているのではなく見ているだけか。要は一緒に食べてる気持ちを味わえるってこと。マジか。マジだとも。世の中いろんな人がいるからね。ニッチなのはニッチなので需要があるんだよ。面白いものだ。俺の中の一般常識などは古い、もしくは足りていない。起きてからずっとあの部屋の中で過ごしてきたとなればなおさら。俺の中でメモリグラフとは技術指導の効率化、伝統技術の伝承、承継を目的としていた。だが今は人生を豊かにするためにも利用されているらしい。それだけ暮らしの中に浸透したということだろう。実はうちも髪をドライヤーで乾かしたりするのを売ってるんだ。試しにどう？興味が湧かないな。即答は無慈悲すぎない？本人を目の前にして。なんかお兄さん変わった雰囲気だね。いくつなの？今年で3歳になる。うわ、めんどくさ。そのボケ拾ってあげてもいいけど、代わりに試しに何か買ってくれる？興味があっても俺は移植できないからな。は？できないって
なんで？体質的な問題で。はい、出た。全く興味ない時に使う言い訳第1位、体質的問題。それ女子が断る時に言うやつだから。初耳だな、それは。まあ怪しむのも仕方はない。誰でも安全に行うことができる。だからこそ BMI 技術は広まり進歩した。いろいろと事情があるんだ。多くの人間の記憶を寄せ集め、奇跡的に生まれたのが俺だ。そこに新たな要素を加えればどうなるか自分でもわからない。ただの映像としてなら楽しめるんだが、 VR デバイスとして使うだけなら新たな誰かと混ざる心配はない。だがそうだな、何か買おう。話に付き合ってもらったお礼だ。マジか、このお兄さん。なぜ引く？いや、引くでしょ。話した程度でお礼とか言われたら。ちょろい。ちょろすぎてキモい。もはやちょもい。ずいぶんな言われようだな。キャバクラとか行っちゃダメな人だ。ちょろすぎて心配。なら全言撤回するか。いやいや、ちょっと待とうよ、お兄さん。男が一度口にしたことをあっさり翻すのはいかがなものかとうちは思うよ。だがちょもいんだろ。うちはいいの。怪しい記憶を売ってるわけじゃないもん。でも世の中には怪しい人もいるから、そういうのには気をつけなよってこと。自分のところなら安全と言い張るのも怪しさ満点の常套句だと思うが、この子なら変に疑う必要はなさそうに思う。つか、本当に買ってくれるの？心配しなくても、金なら多少は持っているぞ。部屋を出るとき、三好さんからもらったお金を取り出す。ちなみに会社から内緒で失敬したものではない。人事に関して詳しいことは知らないが、俺の世話をすることで三好さんも得たものはかなり大きかったらしい。戸惑うことなくポンとポケットマネーで融通してくれた。これだけあればさすがに足りると思ったか。え？あ、はい、足ります。いやいや、足りるどころの話じゃ。すごい、初めて見る厚み。っていうかバカ！バカ！お前、お前バカ！なんだ急に、どうした？早くしまえ！こんなところで大金見せびらかすな！え、あ、はい、ごめんなさい。勢いに押されて金をしまう。少女は慌てた様子で周囲を見渡して、うわ、こっち見てる。その視線はえぐい記憶を取り扱っているという男たちだ。こちらを上司しているのは札束を見たからだ。ニヤニヤ笑いながら二人が近づいてきた。やばいって、ターゲットにされたよ、お兄さん。みたいだな。何のんきしてるの。状況理解できてる。逃げた方がいいって。強盗ってわけじゃないんだろう。そこまで世紀末な治安じゃないけど、強引な押し売りとかくらいはしてくるって。絶対。あんた、さっきからその子と揉めてるよな。欲しいものがなかったか。いや、あの、この人は、焦んな。別に襲いかかるつもりはねえよ。お前じゃ要望に応えられないみたいだから、後を引き継いでやるって話だ。お前、もう行っていいぞ。いや、でも、あの、行けって何度も言わせんな。男の威圧に少女は完全に飲み込まれてしまう。巻き込んでこれ以上怖い思いをさせるのも申し訳ない。いいよ、あとは自分で何とかする。いや、でもお兄さん。ありがとう。本人もこう言ってるだろう。とりあえず場所を変えるか。いい店知ってるからよ、案内してやる。逃がしてなるものかと二人は俺の左右を固めた。どうしよう。このままじゃ
何してるんだい？あ、翼さん！なんだか愉快な動き。あ、わかった。創作ダンスの授業だ。違うよ！大変なの！どこに連れて行かれるんだ？馴染みの店だ。詳しいことは何か飲みながらゆっくり話そうぜ。あんた運がいいぜ。俺らがとっときのを出してやるから。とっときのって何？とっておきってことでいいの？お、とっとき？俺らなら望むものを用意できる。いろんな趣味に対応してるからな。好みに合うものがあるはずだ。男はにやりといやらしく笑っていた。もしかして違法な記憶を売りつけるつもりだろうか。そして違法なものを買っただろうと今後も脅す。もしくは連れて行かれる店で有り金すべてぼったくるつもりか。正直に言えば興味はある。一体何を売りつけられるのか。ぼったくりとは話に聞くような脅しをしてくるのか。ただそれを本当に確認してしまうとろくなことにはならないだろう。そんな不安そうな顔すんなよ。普通じゃ手に入らない代物だ。期待してくれていいぜ。まあもちろん代金はいただくけどな。黙ってろ。余計なことは言わなくていいんだよ。悪い悪い、ついな。そろそろ逃げるか。二人におとなしくしたかったのは何とかできる自信があるからだ。魂の拡張。ああ。奥の手を使えばこの場をごまかすことはたやすい。今が使いどころだろう。そう思った時だ。おまわりさーん！こっちです！こっち！男の人が連れ去られてー！突然の声に男たちが体を硬直させた。気を奪われたらしく腕の拘束が緩む。くっそ、さっきのガキか。余計なことしやがって。待て、落ち着け。まだ何もしてないんだから。警察だからって別に。左右の男たちが慌てて背後を振り返った。その時だ、電流を流された。そんなし激が手のひらに走った。こっちだ。見知らぬ女性が俺の手を握っている。さっきの電磁はこの子に思いっきり握りしめられたからなんだろうか。は？お前、ま、待てこら。え、あのぼさっとしてないで、ちゃんと足を動かしたまえ。君は誰だ？話は後。それともこのまま彼らと行くつもり？それは遠慮したい。だったら走るんだ。戸惑いつつも彼女に合わせて走り出す。誰だお前？つか警察なんていねえじゃねえか。ふざけんな、待てこら。背後で怒号が響く。あれお前、ぶっ殺ろ、絶殺ろ。切れすぎてもはや何を言っているのかわからないな。捕まったら君のお金が奪われることだけははっきりしてるよ。確かに。うん、なぜ金のことを。話は後だと言ったろ。まずは逃げることが先決だが、俺には土地勘がなくて。それなら僕に任せておきたまえ。見知らぬ彼女は自信満々に言う。だが追ってくる二人はどんどん距離を縮めてきている。このままじゃ追いつかれるぞ。分かってる。そこ曲がるよ。手を引かれたまますぐそばの物陰に体を滑り込ませる。静かに。唇を指に当てる彼女に俺は無言でうなずく。直後あの二人路地裏から飛び出してきた。ああ、どこ行きやがった。くそ、とにかく探すぞ。あれは押せば文句も言えずに払うタイプだ。見逃すのはもったいねえ。ああ、二人はそのまま新たな路地に向かって走っていく。
男性の顔が見えなくなってから俺たちこの借りを出た。気づいてないふりではないよな。だろうね。だが少し考えればすぐにおかしいと気づく。今のうちに移動しようか。お兄さん、君はさっきの間に合ってよかった。翼さんがいてくれて助かった。うち一人じゃ何も。そうか、君が、ありがとう。いや、うちはオロオロしてただけだし、そんなに感謝されてもなんか困るっていうか。それよりあの人たちは。ひとまず巻きはしたけど、ここを離れた方がいいね。あ、BMI に注意、合法な BMI に注意って書いてあるね。ニカ君も彼らに見られたんだろ。そうだね。今日はもう帰ろう。絡まれたら嫌だし。本当にありがとう、助かった。もういいって。でもお兄さんも悪いんだからね。あんな大金見せびらかすもんじゃない。反省してる。迷惑をかけて申し訳ない。だからいちいち真面目っていうか、なんか調子狂うな。それじゃあ翼さん、うちは帰ります。うん、気をつけてね。はい、ありがとうございました。お兄さんもじゃあね。君も早く離れた方が。わ、土地勘がないんだっけ。